プレショフフメンネー線は、スロバキア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は193。1943年に開業した。シャリシャン号が、ブラチスラバ・プレショフフメンネー間に週一、往復運行される。プレショフ移成間は188号線に直通する。2015年以前は、超特急、インターシティとして運行していた。二千十六から十九年度は、 リーフリックとして運行していた。2時間に1本運行されるが、平日は1から2時間間隔になったり、休日は4時間間隔が開くこともある。以下では、スロバキア国鉄193号線の駅と営業機路、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。 http://www.zeleznicne.info-view.php コロンススララッッシシュュスラッシナチボクランクイコールトロットマイナス -193 プレッシュブロノブなどトープロストロ式譜面ねアンドシスラクランクイコール20億709万5ハット http:/www.z.sr.sk スロベンスキ シスタブにポリアドック -2014 から 2015HTML ページ ID=3404 イコールありがとうございます。